いいの持ってんね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。西野さん、見てるくるぶしです。ももちゃん、婚約おめでとう。はい、ということですね。はい、来ましたけれども、毎回大変ですね、ネタが。すいませんね。ということで、年が明けて、もう結構経ちましたけども、うん、初売りとかあったね。うん、ありましたね。うん、なんか買いました？なんかね、これやーっていうのがなくて、うんうん、ほんまなんかちょろっとしたものしか買わなかった。ちょっとお互い買ったものをですね、うん、こんなもん買ったよっていう、晒し動画になります、ね。なるほど。はい。俺から、はい、サンワーダイレクトさんの、はい、膝上テーブルノートパソコンタブレット用みたいなやつですね。膝の上でパソコンされる方にとっては重宝されるやつですね。そうそうそう、重宝されるやつ。そう、車でちょっとパパってやりたくなった時とかに、うん、膝の上に直接置くと、うん、やっぱやりにくいんですよね。滑ったりしますね。そうそう、うんうん、だがこれはだがこれはめちゃくちゃはかどる。あ、そう、うん、ちなみにおいくらぐらい？これはね、2000円せんかったね。車移動中に、うん、どうしてもちょっとコン詰めた作業せなあかんってなった時に、うんうん、パパッとメール返すとかなら全然いいねんけど、うん、それこそ動画編集とかデザインとかするってなった時に、やっぱ膝上でやるのは辛いんですよね。あー、うん、めちゃくちゃ辛い。これにしてですね、うん、作業効率がすごくはかどるようになりましたね。この間もほら、アナルの歌、あれもね、速攻膝上で編集してね、やっぱあれあるとね、早かったですもんね、なんか。車載用の、うん、スマホホルダー、人魚姫の貝殻みたいなボタンですね。大人のおもちゃにありそうな。人魚姫の貝殻。サンブームさんの車載ホルダー、はい、スマホさんですね。こういうやつですね。これはほんまこの2つぐらいですね、正月ボタンって。その iPhone は？トモちゃん、あの iPhone 変わったんですよ。地味にね、地味に11に、うん、なんで変えたんですか？いや、俺結構前の携帯長いこと使ってて、前がもうそれこそ 6S とかやったんですよね。結構だね。そう、変えるのがすごい億劫で、うんうんうん、なんかやっぱもうダメだ変えようってなったきっかけが、うん、何をするにも重くなっちゃって、うん、それこそ Twitter 見るのも重いし、うん、LINE もなかなか開かへんし、うん、一番きっかけになったのは、はあ、地図アプリで初めて行く場所を設定してた時に、うん、追いついてけえへんのナビが、はいはい、全然違うとこ行かされて、はあはあ、俺危なそう、ほんで前がパン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 鳴らされて、はあ、あ、それ危ないね。危ない危ない。あ、もう変えようってなって、それで。じゃあ、ちょもちゃんが、ゼリーを食べ始めた。俺も、買ったものをですね、紹介していきたい。では、散財の正月。じゃあまず、はい、ニトリのクッション。こんなものまで晒すのって、部屋にあったら映えそうだなと思って、うん、手触りもいい。そう、俺も買おうこれ。可愛いよ、じゃあ、うんうん、これちょっと腕時計がなくて、うん、G-SHOCKを買いに行ったんですよ。ソーラーモデルが欲しかったんですよ、うん、これを見つけちゃいまして、今俺つけてるんだけど、うん、これあのクリスマスのペアウォッチなんですよ。まあこれが結構ね、かわいい。あ、 G-SHOCK とベビー G、 めっちゃかわいいこれ。そう、あ、だからまあ特にね、嫁はつけないんですけど、あんまり、あの、まあかわいいからクリスマスだし買っていこうってなって、ソーラーをやめてこのペアウォッチデザインを買いました。ええな。うん、これかわいいでしょ。うん、ソーラー1本分ぐらいの値段、2万5000ぐらいで2本。うん、いいやん。いいですね。年始の、アマゾンのタイムセール祭り、財布を買いました。この黒光りしてる。黒光りしてんな、ね。一応革の財布、こちらがなんか2500円。今まで財布ってやっぱ 2,3 万の使ってたけどさ、もうええかなと思ってチャレンジで買ってみたんだけど、まあね、いい。こういうちっちゃい財布俺使ったことあんまなかったんだけど、いいっすね。そう、コンパクトで、あー、折りたたみのやつね。折りたたみのやつ、うん、これもあれやわ。高校生の時に初めてちゃんとした財布を買っ
て、うん、それこそこういう折りたたみのやつやって、うん、この後ろポケットにさ制服とかの、はいはい、ここにずっと入れんねんけど、はいはい、当時さ、うん、財布の中にさ、うん、コンドーム1個忍ばせとくのがあったねーそうそうお金貯まるとか言うのそう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 流行っててずっとここに入れてるからさ、うん、もう圧迫されてるから、うん、気づいたら、うん、これ財布のここが円形に肩ついてもうて、で捨てたちょぼちゃん、免許証の写真ってどんなの俺、ちょっと、周りモザイクで俺の免許証の写真やばいよ髪色が気になるな、何色で撮ってるのほんま、お前それで撮りに行くっていううわっかわいい俺ちょっといろんなところモザイクかけないで見てるな、みーちゃんこれでもうアーシャにしますくるちょぶちゃうねちょっと話がずれましたけども、最後こちらです、ダイソンダイソン V7 とかいうやついやめっちゃいい、めっちゃいい、もうダイソンめちゃくちゃ欲しいもんね。あ、そうなんだ、これめっちゃ静かなんですよ、うん、で、めっちゃ吸うし、コンパクトだし、で、あとこのヘッドがいいよね。あ、いいですね、きょうちゃん掃除好きそうだからね。それこそ俺ももう今の使って掃除機がスワンとなってきたから、うん、買い替えようかなと思っててんけど、うん、おおこれ、エクトロラックス、聞いたことない、見たらね、多分あーあーあーって俺がダイソンだ。あ、そう、これめちゃくちゃいいっす。一番はやっぱりジュニアができてから空気とかも綺麗にしたいなっていうのがあって、ダイソンってこの吐き出す空気が綺麗になるとか言うじゃないですか。で、これ安かったんですよ、あのダイソンって高いね、3万とか4万とかする、2万7000円くらい。でもこれはね、一番ね、買ってよかったよね、これね。嫁も大満足。うん、ダイソンはめちゃくちゃいいです。そんなところですかね。まあ、お家がどうしたの